今日も月が綺麗やな。なあ、ひいさん。僕は人やない。おまは、あの月の都の人なんやと思う。って言ったら、どうする?それは…おも…どうしたん?ひいさんは案外、手のかかる子やな。じっとしててな。ほら、取れた。僕がいなかったら、ひいさんは今頃、動けんままやったんかな。僕がいて、よかった?かぐやくん?あ、やっぱりかぐやくんだわ。少し大人っぽくなってたけど、元気そうでよかったわ。みんな、あなたのこと心配してたのよ。ほら。昔、あんなことがあったでしょ?あ、ごめんなさいね、お話し中のところに。え?そうよ。かぐやくん。うちの施設にいたことがあって。ええ。なよたけの家っていう児童養護施設なんだけど。あら、やだ。もしかして、私、よ。頭が…
これあげるわ。丈夫な赤ちゃん生まれるとええな。孤児院か。今と印象変わんねえな。それがなんでこんなことに？事件。そうか。自分が壊れてしまわないように、自分の体を、心を守るために忘れてしまった。忘れたいほどの記憶なら、このまま忘れさせてやった方がいいだろう。俺は別にいいぞ。どこにも居場所がないってんなら、ここに置いてやっても。元から部屋は余ってたし、働きぶりもいいしな。お前たちもそれで。はあ？なんでだよ。最初の頃はここに置けって、うるさいくらい言ってたくせに。それとも、面倒だから病院にでも突き出せってか。究極の逃避先だな。好きだなんて何もねえとこに行ったって面白いことなんかねえだろ。ま、いいや。なんか必要なもんがあれば言えよ。
ヒーさん、この頃、日記を読み返すのが癖になってしまいました。日記を読み返してみると、この日に何があったのか思い出されて、ヒーさんに合わせて始めた日記ですが、今では僕の方が心待ちにしているようです。文章って不思議ですね。同じ言葉を交わすのでも、会話と違って相手の顔を見なくても成立します。だからこそ、偽ることも簡単で、限られた言葉の中で相手の心情を読み取るのは難しくて、君がこの時どういう思いで書いたんだろうと想像するのがなんだか新鮮で面白いです。君が言う通り、僕は他人の言葉に、それは僕が人の顔色を伺っているから。僕は、この人は今何を思ってるのか、その人の放つ雰囲気や表情から読み取ることができます。でも、文章にはそれがあり、ヒーさんの文章を見ていると、いつも笑っている姿が思い出されます。僕の予想は、当たっていますか？あと、読み返していて思うのは、ヒーさんと出会ってからすごく月日が経ったように感じますが、実際はそんなこともないということでしょうか。君と出会って、いろいろなことがあったせいか。僕は記憶喪失やねんけどな。これからもできれば、君とこうしてやりとりをしたいと願ってしまうのは、僕のわがままでしょうか。ヒーさん、いつも心配かけてしまってごめんなさい。僕がヒーさんにしてほしいことはありません。いつもヒーさんにはよくしてもらっているので、いろいろと悪いなって思ってます。僕にできることは、君より少し早起きして。でも、それをすると、今度はヒーさんの役目を僕が奪うことになってしまうんですよね。なんだかすごく難しいです。僕は何もお返しできていません。僕は君のために何ができるのか。ヒーさん、今日も記憶のない僕のためにいろいろと動いてくれてありがとう。朝も昼も働いてるのに、夜まで僕のために時間を使ってくれて、ごめんなさい。僕のことはいいから、無理はしないで、自分のことを気にしてください。僕は、大丈夫です。ヒーさん、僕のせいで辛い思いをさせてごめんなさい。僕は君の彼氏なのに、君のことを傷つけてばかりいますね。好きな人が他の人と仲良くしているのを見るのは、あまり嬉しくないことなのだ。記憶のない僕が言っても、信じてもらえないかもしれないけど、君のことを好きだという気持ちは、他の女の子も、女の子みんな可愛いと思ってるけど、ヒーさんが一番可愛いし、ただこの頃思うのは、もし本当に記憶を取り戻したら、僕は消えても構いません。ただ
ヒーザン、君のことだけが。ヒーさん、あれ、僕、僕は、ああ、せや、確か僕を知ってるっちゅうおばちゃんが現れて、そんでその人が話してるうちに頭思い出そうとしたんやけどな、あかんかったわ。なんかめっちゃはずいな。うん、めっちゃうまい。さすがヒーさんやな。それな、ごめんな、僕が止めて。しばらくの間、僕が預かっててもええかな。ごめんな。いや、ヒーさんに迷惑ばかりかけとるなぁ、思て。そうやなくて、よそもんがここに置かせてもらってるんやから。いや、恋人やな。
かぐやの具合はどうだ？そっか。さあな、俺はあいつじゃねえから。ま、あんま気合い入れすぎて倒れんなよ。平気やって。おい、無理すんなって。具合悪いんなら寝とけよ。シンデレラさんはほんまええ男やな。は？いや、まあそりゃそうだけど。なんだよ突然。あれだ！なんだよ。あ、いや。はあ。せやな。ほんならお願いするわ。シンデレラさん。うん。シンデレラさんってええ人やな。かっこよくて気前もええし。いや、別に。ひいさん、いや、わかったわ。
ヤフーン。このバカ力。君はまた懲りずに被害者気取りか。いい加減自分は加害者であることを理解するんだな、このアホンダラ。まったく君は性格が悪い。扉が開かれるのを見たとき、君は僕がドアノブに手をかけていることくらい容易に想像できたはずだ。にもかかわらず、君は勢いに任せて強引に引っ張った。そのおかげで僕は盛大に地面とキスすることになった。自身の行動によりどういう結果になるのかが想像できない。今時のゆとり様ということで救いようがないな、君は。ふっ、黙り込むか。それも君の作戦か。君はいろいろと小賢しいな。そういうところが鼻につくんだ。ははは、面白くない冗談をありがとう。お礼に王子様に振られる呪いをかけてやろう。よほど振られたくないみたいだな。お姫様は王子様と結ばれず離れ離れになる。それは幸せな結末ではなく悲劇の物語だ。そうだ、それはそれで美しい終わりかもしれないが、それは読者にとってそうであるわけで、物語の人物である当人たちには当てはまらない。当人たちにとってはただただ悲しいだけだ。すさまじい独占欲だな。罪深くないとでも。次の満月まで残すところ1週間か。ま、君のお手並み拝見といこう。月に帰りたい。
そうなんや。そりゃあヒーさんは誰から見ても素敵な女の子やし、僕なんかと一緒におるよりはもっと他の誰かといたいわな。ヒーさん、ここは僕がやるから。おーい、ウェイトレスさん。さん、はい、これお客さんに持ってって。ひーさん、ちょっと待って。やっぱそっち僕がやるわ。ヒーさんはこっちをお願いしてもええかな。どうしてって。ずっと前から君のことが好きでした。よかったら僕と付き合ってください。ヒーさん、ちょい話があるんやけど、今、ええかな。